医療機関の負担を軽減するため国が見直しを表明した新型コロナの患者の全数把握について、県では一部医療機関からの入力項目を簡素化した上で継続する方針を示しました。感染された方全員をサポートをしていくため、医療機関の負担を軽減しつつ全数把握を継続します。県は今日、全数把握の見直しについて対策本部委員会議を開き、対応を協議しました。この中で県は、岩手は従来通り全数把握を継続する方針を確認しました。一方、医療機関が行うHERSYSの入力については、明日から65歳以上の高齢者など重症化リスクの高い患者を除いて、現在40ある入力項目を7項目に減らし、医療機関の負担を減らすとしています。県では65歳以上の人や基礎疾患がある人に対しては、健康フォローアップセンターによる電話での健康観察を行いますが、それ以外の人へは原則電話連絡はしないとしています。